するほど何もない。町がほとんど機能してない。ここって一応町なのよね。ミドガル王国の山村よりも寂れてる。いっぱい移動したから眠気通り越した。空いてる店がパッと見見当たらない。ゴーストタウンと言っても過言じゃない。拠点となる町がこの様子だと周辺の村や集落は基本的にもう滅んでそうね。それじゃあ石油の調査開始。ちょっと待って、イータ。その前にこの町についてちゃんと把握する方が先。油田を探索する上で周辺の環境や地質を含めての継続調査になるならこれは絶対条件よ。うん、了解。でどこからどうやって調べるの？どこでって、それはもちろん、こういう時は町役場。そうよ、役所のような場所があるはず。本物のゴーストタウンというわけじゃないんだから。おお、頑張れガンマ。他人事みたいな態度取ってないで、イータもちゃんと手伝いなさいよ。ベガルタ帝国領マドリー、帝国最東端、周辺を山脈に囲まれた辺境の町。最寄りの都市からの通常の移動における所要時間は険しい山道により徒歩で1週間を要する。荷物を積んだ馬車においては安全な移動を心がけた場合、迂回路を使用する関係で1ヶ月は想定しなければならない。この町に比べればミドガル王国郊外の田園地帯はもちろん、影農寮もまさしく立派な都会であると言える。町並みの過疎化はひどくて、山道は険しく交通も発達していない。息の根が止まる寸前の、いえむしろもう実質的に止まって久しい町よね。これじゃあたとえこの地で油田が見つかったとしても石油をどう流通させるのかという問題に直面してしまう。いいと？古い建物いっぱい、見たことのない建築様式、面白い。そう、街並みはとにかく古臭くて、街がこんな辺境にあるのに古い建物がメインストリートにたくさん立ち並んでる。これだけのものをこれだけの数建てるには当然建材や物資に人手も相当必要になるはず。つまりこのマドリーの交通事情じゃ絶対にありえない流通が成立してるってこと。つまり昔は寂れてなかった。ここまでの道も歩きやすかったのかも。そういうことよね。つまり何か致命的な交通上の障害によってこの町は廃れた。油田の候補地を探る前にもう少しこの町の調査を進めましょう、イータ。いえ、新進気鋭の建築家、イータ・ロイドライトさん。うん？あなたの職業的見地からも情報を集めるわよ。